ナンバー・アイの爆発的成功が示すアイドルの新時代と日本経済へのインパクト。平野紫耀、神宮寺勇太岸勇太からなる新グループ、ナンバー・アイが日本のメディア業界とアパレル市場において驚異的な成功を収めています。その衝撃的な影響が彼らがいかにして日本経済を動かしているのか、その舞台裏に迫ります。 ナイロンジャパングローブルイシュー04の大ヒット11月15日に発売されたナイロンジャパングローブルイシュー04は元キングプリンスへのメンバーであるナンバーアイの平野市を神宮寺裕太、岸裕太が表紙と裏表紙を飾るという話題性で発売前に重版が決定しました。 テーマは、アクスチャンギングラブレターズ、ラブレターの文通で、計36ページ、1万字以上にわたるロングインタビューが、ナンバーアイから読者の贈り物として綴られています。ファンからの熱狂的な反応が寄せられ、雑誌は発売前に重版が決定し、初版分が複数のネット書店で完売するなど、驚異的な売れ行きを記録しています。 特に、ナンバー・ i の関連雑誌や商品は着実に市場を席巻しており、その人気の高さが伺えます。高級アパレル市場での成功ナンバー・ i のメンバーは単なるアイドルにとどまらず、アパレル市場でも大きな成功を収めています。平野紫耀が表紙を飾った9月28日発売の雑誌、エル・ジャパンでは、 公式サイトが一時サーバー落ちするなどの現象が起き、Amazon や HMV でも即完売となりました。神宮寺ゆ太は11月1日発売の GQ ジャパン12月号特別版の表紙を飾り、これに伴い大手通販サイトセブンネットショッピングでは同誌の予約が終了してしまいました。また、岸士ゆうがツイッターで夜おやつ、 とつづり、フランクフルトの動画を投稿したことで、コンビニでフランクフルトや類似のホットスナックが売り切れ続出となりました。さらに驚くべきは、平野市洋画、ルジャパン、発売前に自身のインスタグラムに投稿した高級なビトンのコーディネートが即日品切れ状態になったことです。 これらの高額なアイテムが即座に完売するという事実は、ナンバーアイのメンバーが持つ圧倒的な影響力を示しています。アイドルの新しい時代、出版不況を打破ナンバーアイの成功は、現代の出版不況にうってつけの挑戦となっています。雑誌や書籍の売り上げが低迷し、書店やコンビニの雑誌売り場が縮小していく中で、 ナンバーアイが登場すると一気に商品が売り切れ、市場に新たな息吹を与えています。彼らはキングプリンス時代からの強力なファンベースを持ちながらも、独立後に個人の SNS アカウントを開設したことで、その影響力を一層拡大させています。平野、騎士、人流の3人の SNS フォロワーは合計で700万人以上に達し、 これは今後ますます増加することが予測されます。これにより、彼らが広告案件などで得るであろう収益はさらに増加するでしょう。未来への期待と結論ナンバーアは結成からわずか1ヶ月ですでに強力な存在感を持っており、彼らの成功は今後も続くことが期待されます。 2024年には東京ドームパーブのお披露目公演が行われるとの報道もあり、これからの展開が非常に注目されます。彼らの成功はアイドルの新時代を象徴し、出版不況と言われる状況にあっても、新しい市場の創造と拡大を示唆しています。 ナンバー・アイの台頭が日本経済に与える影響は大きく、今後ますます広告や商品において彼らの名前が冠され、新しいビジネスの潮流を生むことでしょう。ナンバー・アイの成功の要因ナンバー・アイがこれほどまでに成功を収める要因は複数存在しています。まず、彼らが持つ強力なファンベースは、 キングプリンス時代からの継続的なサポートがあったことを示しています。独立後に個別の SNS アカウントを開設したことでファンとの直接的なコミュニケーションが可能になり、その結果としてファンの期待感や興奮を高めることに成功しました。彼らの個性的で魅力的なプレゼンスも成功に寄与しています。 SNS 上での自然体な姿勢や日常の一コマを共有することでファンとの親近感が生まれ、それが商品や雑誌への需要に直結しています。また、メンバーそれぞれが異なるメディアに登場することで、異なるファン層にアプローチし、多様な需要に応えている点も注目すべきです。 これにより、ナンバー I は後半で多層的なファン層を獲得し、異なる分野での成功を実現しています。日本経済への影響ナンバー I の成功が日本経済に与える影響は計り知れません。まず、彼らが登場するメディアや商品が即座に完売することで、流通業界に新しい波を巻き起こしています。 出版不況や雑誌の売上低迷といった課題に立ち向かい、新たな需要を生み出していると言えるでしょう。アパレル市場においても、高級ブランドの商品がナンバー、アイ、メンバーが着用した瞬間に完売するという事例は、ファッション業界において彼らが持つ影響力の大きさを象徴しています。 これがますます広がると、国内外のブランドとのコラボレーションや新たなファッショントレンドの発信が期待されます。広告業界もナンバーアイの成功に敏感に反応しており、今後ますます多くの広告案件が彼らに舞い込むことでしょう。これが彼らが日本経済を動かす一翼を担う要因となり、新たなビジネスモデルの形成に寄与することが予測されます。 未来への期待ナンバー I の今後の展望は非常に期待されています。2024年には東京ドームバープのお披露目公演が予定されており、これにより一層の注目が集まることでしょう。彼らが新しいビジネスの潮流を生み出す可能性は大きく、日本経済に新たな息吹を吹き込むことが期待されます。 アイドル業界やメディア業界、アパレル市場など、様々な分野において、彼らが持つ影響力が拡大する中で、日本のエンターテインメント産業はより多様で活気あるものとなるでしょう。ナンバー・アイが示す新たな成功の形が、他のアーティストや企業にも影響を与え、日本のエンターテインメントシーンがより魅力的に進化することが期待されます。